それでは今日の質問です。男女漫才コンビを組んでいる男の方です。東京の某劇団に合格が決まったらしく、コンビを解消するとメールが、東京の某劇団に入ります。以前から相方とは方向性が違っていた、セクハラされたこともあったと、ボロクソに書かれています。こういう裏切りにあった場合は、どういう気持ちで前に向かえば良いのでしょうか？忘れよう。成功すればそんなちっぽけなこと忘れますよ。かわいそうだよね。これ超かわいそう。で、そんなセクハラをした事実はないですしって言ってもほら、やっぱ男女の関係だから分かんないじゃない。それは受け取り方次第。証拠もないしね。男の方がやっぱ分は悪いよね。裏切る側って絶対いるんで、裏切るようなやつとコンビを組んでしまった、そんなやつとしか組めなかった自分が悪いってもう思うしかないですよ。で、そんなのにいちいちこだわってメールを公開して事実と異なることを実証したってしょうがねえだろ。それをまた笑って許してあげるのがいいんだよ。大きい男だ。そこまでやる。そこまで。東京行こう。東京忘れましょう。忘れましょう。